はい、よろしくお願いします。います皆さん、は、え、じ、ー、めまして、n e x t c o m o n s l a b の林と申します。えー、今日はですね、あのせっかくあの機会をいただきましたのであの、私たちがやっている活動の紹介をしながらですね、あの関係人口というものを今後どのように捉えて、えー、地域の自治をどうデザインしていくべきかという、 まあ少しあの先の未来の話でもあのかなりそれはあの切迫感を持ってあの僕たちは取り組んでいかなきゃいけない、まあ、そういう話なのかなというふうに思っています今日はちょっとそこの少し先の未来の話ではあるんですけどもあの皆さんに話題提供させていただきながらあのどちらかというとこう質疑応答の部分であのインタラクティブなやり取りをさせていただければなというふうに思っておりますので画面共有をさせていただきながらあのお話をさせていただきます はい、あのもしあの声が聞こえないとか、えー、資料が見えないとかありましたらあのご指摘いただければと思います、えー、まず当社はです、ね、あのネクストコモンズラボというふうに、えー、いう名前の組織です一般社団法人と、えー、株式会社の2社で、えー、実はあの震災以降ですね、えー、岩手県の遠野市というところでこのネクストコモンズラボの原型は、えー、生まれました えそれで今あの全国十数カ所にあの拠点を持ちながらあの活動をさせていただいています。でまあ地域で活動している組織なので、まあ、いわゆる地方創生とか、えー、地域活性まちづくり、まあ、そういった文脈で語られることも多いんですけどもそもそも私たちのスタンスとしてはあのこのようなふうにえ書いてるんですね。あのー、まあ皆さんが 今日はいろんなお立場の方がいらっしゃると思います。自治体の方であったりとか企業の方であったりとか、えー、地域のコーディネーターやプレイヤーの方々いらっしゃると思いますけども、まあ、目の前にこういろんな地域課題社会課題があるわけなんですけどもあのそれをですねこうやっぱ一つ,つずつ解決をしていくっていうことも非常に大切なんですけども、まあ、私たちが立てている問いはですね そうやってこう無数に生まれ続けている課題、課題が生まれ続けてしまうというこの社会の在り方、社会構造そのものに問題意識を持っています。ですので、そういうふうに問題を生み出し続けてしまう社会構造をどうやったら変えていけるか、もしくはどうやったら新しく作っていけるか、ここが NEXTCOMONSLAB の,の一番の目的ではあります。 えーまあ、広がっていく格差であったりとか、まあ、地方の場合は、まあ、今回の関係人口というテーマにもつながりますけれども、とにかく人口が減っていくので、全体のボリュームが減っていくので、まあ、これに伴ったいろんなこう歪みであったりとか、まあ、問題が生まれていくわけですね。そこに対するアプローチ、あとはあの全世界的にやっぱり取り組んでいかないきゃいけない気候変動の問題、こういったところをですねあのやっぱり地域から変えていかなきゃいけないなというふうに思っています。なので あの5年前、10年前であれば地域活性とか地方創生っていうのは本当にその地域の課題を解決するとか経済をこうどうやったら盛り上げていくか、まあ、そういったこう文脈が主流だったわけなんですけども、まあ、もはや地域というフィールドからどうやったらその新しい世界の在り方を提案していけるか新しい社会の在り方を作っていけるかというそういう,こう重要な役割をまあ僕たちは担い始めてるのではないかなというふうに考えています。 で私たちは、まあ、あのウェブサイトを開いていただくとですねこういった、まあ、まだ見ぬ社会へ行ようというメッセージが出てくるわけなんですけども、まあ、要はどう何をやってるかというとまさにその関係人口という言葉であの語られるようにですねあの関係人口というのは今までつながらなかった人や人とか組織や組織組織と人もしくは <laughs> 地域にある眠っている資源であったりとかもしくは課題それと例えば外部の人たちもしくは外部の組織が重なり合うつながることによってそこで何か偶発的なものを生み出していったりとか場合によっては課題を解決したりしていくっていうことをしていくわけですねでそれってじゃあ誰がやるのというふうに勝手にそれを放っておけばできるって話ではないので、まあ、誰がやるのっていう話になるわけなんですがおそらく、えー、今日この会議で あの事例紹介をしてくださった先駆者の皆さんのようなコーディネーターという存在、まあ、言い方は多分いろいろあると思うんですけども、一旦ここではコーディネーターというふうに名を、えー、固定させていただきますが、コーディネーターがいるから、えー、そういった関係性が生まれ、関係人口が生まれていくんだと思うんですね。ただ、ですねやっぱりあのそこに関わっているいろんな人とか組織っていうのは、 まあこれ当たり前の話なんですけど、皆さん日本語は、ほとんどの方は日本語を話すんですが、 案外ですね、お互い通じないわけですね。同じ日本語を話しているのにお互い分かり合えない。お互い何言ってるのか分からない。お互いどこに進んでいるのか分からない。こういったところをうまくつなぎ合わせながら、新しい社会の在り方っていうのをこうプロトタイピングしていく、実験したり実装していくっていう、そういったことを全国的にやっていく、コーディネーターの集団であり、またそういった関係性からどんなものを生み出していきたいのか、どんな社会を生み出していきたいか、そこを考えて実装していく、 デザインファームのような役割を n e x t c o m o n s l a b は担っていきたいというふうに考えています。はい。で、ちょっとここら辺は割愛します。えー、ただ、前提となるちょっと、あのー、お話としてですね、ここの部分にも触れたいなというふうに思っていまして、COMONS です。まあ、当社の名前も n e x t c o m o n s l a b という名前なので、COMONS というキーワードに皆さんに少し頭の中で考えていただきたいんですね。で、あの、 このコロナ以前はあのコモンズっていうキーワードってあんまり出てこなかったんですけどあの最近すごくコモンズというキーワードが、えー、出始めています、えー、日本語でいうとですね、まあ、こう共有財産とか、えー、経済学者の宇沢博文さんなんかはあの社会的共通資本という言葉を残していますあのよかったらあの調べてみてください、えー、コモンズってな コモンズというのはですね、要は誰のものでもないんだけども、えー、みんながこういつでも自由にアクセスできるものですね。もしかしたら、ね、その皆さんの関わっている、まあ、地域であったりとか、えー、その現場にです、ね、コモンズ的なものっていうのはあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でもっとこう視野を広げてみると、コモンズっていうもの自体はかなり定義が広くできるわけですね。例えば山とか川とか海とか、まあ、この空気とか、まあ、というか地球そのものが あのコモンズなので例えばそれはネイチャーコモンズと言えるだろうし電気やガスや水道のようなものっていうのも、まあ、インフラ、えー、コモンズとも言えると。 えー、もしくは例えば医療とか教育とか、まあ、金融システムそのものっていうのも、まあ、コモンズではないだろうかっていうふうに、まあ、考えられるわけなんですけども実際問題はこういった僕たちがそのコモンズを通じてコモンズにアクセスすることによって、まあ、要はサバイブしてきた生きてきたわけなんですけども、えー、過去に比べてですねこういったコモンズっていうのはかなり減ってきてるわけなんですね。 それは何かというと、あのまあ、いろんな観点からお話はできると思うんですけども、基本的にはこの今の経済システム、まあ、いわゆる資本主義という経済システム自体が、まあ、いろんなものっていうのをやっぱこう私有物化して、それをマーケットの中で交換するっていうところで、まあ、こう富を膨らませていくっていう、まあ、そういうメカニズムであの僕たちは成長してきた、まあ、少なくとも経済面では成長してきたし、あの恩恵を得ているわけですよね。 でも、例えばじゃあそれがどのように失われてしまっているかというと、まあ、僕もよく地方に行って地域の現場を見ていくとですね例えばこう中山間の非常に美しい山合いの景色が、えー、あるわけなんですけれどもそこにこのやっぱり10年でこうポツリポツリとこう、えー、パッチワークのように例えばソーラーパネルがこう敷き詰められた風景が出てくるわけですね。であのソーラーラパネルを敷き詰めること はあの悪いというわけではないんですけどもでも本当にそこにソーラーパネルを山の山肌を、えー、全部開抜してですねソーラーパネルを敷き詰めるということが本当に地域にとってもしくは社会にとって必要なことだったのかやるべきことだったのかっていうのは、まあ、考えてみる必要性があると確かに、えー、木を今時ですね木を切り出してそれを財、えー、に変えたとしてもですねかなり厳しいまあ要は赤字になるわけですよねでもちろんその 山を持っているオーナーさんからしてみれば、まあ、そのお金にもならない、負債になっている木を全部切ってしまって、ソーラーパネル敷き詰めれば、まあ、再生可能エネルギーだし、そして収益も上がるから、いいじゃないかと。まあ、そういう考え方もできるわけなんですけども、じゃあ100年とか200年という単位で考えたときに、それは本当にいい判断だったのかっていうのは、ちょっと疑問が残るわけですね。まあ、現に例えばそこが そういうふうにすることによって、まあ、山肌が削れ、えー、土地の力が弱くなり、まあ、川が汚れてしまったりとか。えー 山崩れが起きたりとかですね、そういったことっていうのは全国各地で起きています。その個人を責めるものではないんですが、そもそも私たちの,そのいろんな目の周りにある資源であったりとか、アセット自体をどのように扱っていくかっていうことがまさに今問われ始めているんだと。その上で、やっぱりその100年、200年という単位、もしくは自分の子供その子供孫、そしてその子供も、ひ孫ですねその。それぐらいのこのこタイムスパンで 地域におけるコモンズって何なんだろうか、私たちの取り巻く社会におけるコモンズって何なのかっていうのを今一度考えて、ですねそれを再構築していくタイミングが今来ているというふうに思っております。NEXTCOMONS ラボとしても、このコモンズをどうリデザインするか、NEXTCOMONS をどう作っていくかっていうことが一番の重要なテーマになっているので、今日この後半ですね、お話しする上で、あのちょっと皆さんにもインプットさせていただきたいなと思って、ここを紹介させていただきました。はい であのーまあ、結局ですね、先ほどそのコーディネーターが非常に重要だというふうなお話を、えー、させていただいたんですけども、あのまさにそうで。 あのやっぱりこういかにその多様なものを、えー、巻き込んで、えー、そこをつなげていったりとか、そこで起きるいろんなそのハレーションを慣らしていったりとかっていうことがあのできる人たちが、現段階では、まあ、そこは例えばテクノロジーが保管するとか、AI が保管するっていうことはあり得るとは思うんですけども、今の段階で、えー、いろんなその地域にもいろんな人がいる、社会にもいろんな人がいる、そしていろんな立場、いろんな考え方があると。 で今、分断がどんどん起きてるよねっていう話の中で、ですね本当に新しい社会を作っていくってなった時に、みんながそれぞれ全然違う方向を向いてやってればいいということではなくて、改めてそのベクトルを揃えていったりとか、そこをつなぎ合わせていくコーディネーターという存在が絶対必要なんですね。これ、関係人口を作る上でも絶対必要だし、本当にまあ自治体や地域で何かこう、自分たちの地域の,その未来を考えていくっていうようなことを、当事者として。 やられている方はですねもしその地域にコーディネーターがいないとするのであればすぐにそのコーディネーターのような人たちをやっぱり誘致していくべきだと思うし今日のの事例紹介で素晴らしい事例が出てきたと思うんですけどもそういう事例をですねやっぱり地域の中で作っていくっていうことはあの絶対やらなきゃいけないことなんじゃないかなっていうふうに思っています。で あの現場に入っていて事業をデザインしたりとか地域のサステナビリティを考えるということをさせていただいてます。ス、はい、スタンスとしては あの、これも関係人口というものを考える上で、あの、とても重要なポイントなんですけども、やっぱり既存のフレームワークの中で考えていっても、なかなか答えが出ないっていうことがあるんですね。で、例えば、えー、人口減少問題においてですね、例えば、いろんな自治体に行くと、えー、自治体の組長さんの,あのお部屋にですね、えー、先月は、あのー、 転入者がこれだけいたとか1年かけてこれだけ増減したっていうことを、まあ、目標を掲げられてやって、えー、いるような自治体さんも何度も見かけたことあります。確かにその地方創生の,あの戦略、まあ、国の戦略自体もどうやったら定住人口を増やしていくかっていうふうなことが強く語られてた時代があったと思うんですね。で、これは僕の完全なあの個人的な意見ですけども。定住人口に、えー、こう ににフォーカスをしてててはは答えが出ななないいいいんではないかなとううふうに思っています少なくともこの関係人口というものまで解釈を広げてそれをベースにあのどんなものを生み出していくかどんなその地方自治を作っていくかっていう議論をやっぱり真ん中に置かないと難しいと思うんですね。要は全体のパイが減っているのにもかかわらずそれを取り上げてどうするんだと。 意味がないわけで,すよ、ね、でなくてその自分たちの,その人自分たちこの日本っていう限られた国土の中に住んでいる人たちの人口をどうシェアしていくか。 そしてシェアしたその関係人口というものをどのように、えー、どのようなものに落とし込んでいくかという議論があ,のあまりなされていないなというふうに感じています。関係人口の KPI を作っていって、関係人口を増やしていくということは、もちろんやらなきゃいけないこと、やっていくべきことなんですけども、その上で、その先に何があるのかという議論をですねあの、今日はさせていただければなというふうに思っております。 まず、えっと、その前段でですね、NCL がどんなことをやってきたのかっていうことを、えー、お話をさせていただきたいなと思っています。一番初めはですね、ローカルベンチャー事業というものを、えー、手がけています。えー、2015年にですね、あの総務省の担当者の方からご相談いただいたことがきっかけなんですけども、地域おこし協力隊という制度がありますよね。でまあ、地域おこし協力隊制度自体は、まあ、ど,んどんどんどん人数は増えてるんですけども、なかなかこう定着率が良くない、えー、もしくは 例えば定着をしたとしてもあの、まあ、起業するわけでもなく例えば地元の観光協会の職員になるとかですね、えー、地域の自治体の臨時職員になるとこれはあのち違ったこう視点から見るとですね、まあ、ある種地域の雇用を奪ってしまうという、えー、意見もあったりするんですねそう考えたときにあの地域保護士協力隊という制度をもう少し、えー、全然違う角度からあ新しい活用方法ができないだろうかというご相談を受けたときにです、ね、このローカルベンチャー事業というものを、えー、展開し とということを決めました単純に言うと地域おこし協力隊制度を起業家育成、まあ、起業する人を前提にして起業家の卵を集団で移住をさせてそして3年間の地域おこし協力隊の制度期間を通じてですねインキュベートするっていうようなことをやっています現在 NCL のネットワークに140以上の起業家が活動しておりまして約90以上のプロジェクトが生まれているという状況です でいくつかあのもう本当に多種多様な事業体がありますので一言ではあの説明しきれないんですけども、まあ、ここにいくつか事例を載せています。例例えばあの左上の事例をご紹介しますと 岩手県遠野市というとところででク、えー、クラフトトビーールのプロジェクトをやっていいるチームですね東野という町はあのビールの原材料であるホップが生産量日本一だったわけなんですけども、まあ、私たちがこう入っていった時にはやっぱり農家の高齢化であったりとか後継者不足ということで、まあ、生産量が最盛期の4分の1まで減ってしまっていた。 そんな中で、ですね地元の自治体、そして遠野市、そして地元のホップ農家、そのホップを50年間ずっと国産ホップとして購入されていたキリンさん、こういったステークホルダーが見えていって、ですねこの人たちの中でもう一度、この遠野という町でホップを使った新しいうねりを作っていかなきゃいけないよねということで、今までずっとホップの里というふうに歌ってきたんですけども、ホップの里ではなくて、ビールの里になろうと。 日本一クラフトビールが楽しめる街になろうということで、えー、ビジョンを掲げ直してそこに実際にマイク、えー、街のど真ん中でマイクロブルワリーを作りそして観光客がクラフトビールを持ち歩きながらツーリズムを行うビアツーリズムの展開なんかもしています。で結局ですねあの地域でいろんなその構想とかあのプロジェクトの案っていうのは生まれると思うんですけども 結局誰がやんねんっていう話になるわけですね。いいアイデアとかいい発想はもちろんいろんなところで生まれていると思うんですが、結局誰がやるのかわからない、やる人がいないっていうことで、まあ、私たちネ e ス x t c o m o n l a b ではそういった人たちをまあ連れてくるというか、誘致をしてきて、彼らに実際に活躍していただくっていうことで、まあ、現にもう2年目に授業化できて、今では えー、そうですね、2年目にキリンさんも1.5億出資して、町に現地法人を作ってですね、本当にビールを中核として町づくりを、えー、していただいています。でどののようにその まあこういうい興味関心を持った人たちを集めてくるのかっていう点についてご説明させていただきます。これは関係人口をどう作っていくのかっていう話にも,、えー、もう全く同じでつながることなんですね。でちなみにこの NCL の,のローカルベンチャー事業っていうものを各地で今展開させていただいてますが3年間終わった後にその地域に定着してかつまあ始めた事業で飯をなんとか食っていって続けていける人が大体61%から69%という数字になっています。 いますで、えー、この NCL のウェブサイトを少しお見せしたいんですけども、このウェブサイトをずらっと見ていただくと、こういうふうにプロジェクトがずらっと並んでいるわけですね。で、その中で例えば1個プロジェクトを選ぶとですね。 これ愛媛県の西条市というところでやっているプロジェクトです。これはですね、あの起業家を募集する時のプロジェクトページなんです。で私たちは何をやるかというと、えー、とまずネクストコモンズラボを始めるよとローカルベンチャー事業を始めるよってなった時に、うちのまスタッフというかコーディネーターの人材がその地域に入っていって徹底的にその地域資源を調べるわけですね。 どんな資源があって、どんな課題があって、どんなプレイヤーがいるかっていうのを徹底的に調べていった結果、それを組み合わせたときに、この例えば愛媛県の西条という町でこういうプロジェクトができますよっていうことを可視化をするわけですね。プロジェクトの下書きを作るわけです。例えばこれは、えー、西条市という町に、えー、石頭山さんという西日本最大の山があって、山のてっぺんから海辺までが一つの自治体に入っていると。でも中に入って調べてみるとですね。 全然何もやってないわけですね。非常に自然豊かなフィールドが広がってるんだけど、アウトドアとかスポーツアクティビティという分野では一切何も行われてこなかった。それなんでかっていうと、この石頭山という山があって、非常に豊富な水資源があって、沿岸部にアサヒビールの工場だったりとか、製紙会社を誘致したりということで、ある種自治体としては成功してきたんですけども、ジ場のそういうスモールビジネス、ローカルビジネスを育てるということには、あまり力を注げてこなかったわけですね。 でもこれ調べてみると、あ、本当にこれとこれを使えば、例えばスポーツアクティビティア、ウトドアっていう領域での、まあ、西日本で大きなメッカとなるような地域作れるんじゃないかということで、プロジェクトの概要をこう組んじゃうわけですね。で、かつこんな未来を目指せるんじゃないのこんな人たちに来てほしいよ。そしてパートナーという人たちもいます。この山本さんという方は西条で十数年自然学校の校長先生をされている方です。まあ、彼らにもこうやってお話をしていくわけですね。今度この西条にこのスポーツとかアアウトドア という文脈でこの西条の自然を使って起業したいという人たちが来る興味がある人が来るので是非一緒にやってあげてくださいと。と もしくはあなたの知識をインプットしてあげてくださいということで、関係性の下地まで作っていくわけですね。で、個人だけではなくて、ここにモンベルさんにも入っていただくわけです。企業としても、なかなかでかい企業であれば、フットワークが重くて、えー、新しいことできないんだけども、でも地域に何がやりたいっていうニーズはかなりあるわけなんですね。こうやってモンベルさんにも入っていただくことによって、いい事業が生まれていけば、えー、モンベルと提携をしていくとか、場合によっては出資をするみたいな動きっていうのは出てくるだろうと。これで僕たちがやっていること何が、何をお伝えしたいかというと、 関係人口を生み出すときに従来型の要はググれば出てくるような情報をただただ外に発信するだけをやっていませんかっていうことなんですねそれでは意味がないということなんですね人口が何人なのかどんな観光資源があるのかどんな街なのかまあ、ググればわかるよねっていうものっていうのはもう世の中ある定量的な情報っていうのもいくらでもあるんですけども特に 関係人口何かその地域に関わってやりたいとか何かそこに関わって生み出したいっていう人たちが求めているものっていうのはチャンスとか可能性の可視化なんですね。チャンスや可能性っていうのはググっても出てこないわけです。なぜかっていうといろんなそのパーツとかがこの 要素の組み合わせでしかないので、その現場にいる人たちにしか本当は知りようがない、分かりようがないものなんです。そういったものをやっぱりコーディネーターであったりとか、自治体の皆さんであったりとか、プレイヤーの皆さんがその資源を組み合わせて、この地域ではこんなチャレンジができるこれ、例えば企業だったらこんな企業ができるアパチュニティがあるよとかですね、こういう副業ができる可能性があるよとか、こういうふうにこういった領域で手伝ってほしいよっていうような関わりしろの部分っていうのをしっかり 可能性という形で可視化をするということがとても重要になってくるというふうに思っています。まあ、私たちの場合はこのローカルベンチャー事業というものを通じて可視化をしているわけなんですけども、まあ、それが、えー、メディアでもいいかもしれないし、スクールでもいいかもしれないし、どんな形でもいいんですけども、定量化されていない、えー、ある種定性的で、えー、Google で検索しても絶対出てこないような、えー、そのローカル情報をベースにした 可能性やチャンス関わりしろの可視化がこの関係人口を作っていく上での大前提になるんではないかなというふうに思っています。私たちもこういった形で地域おこし協力隊重制度を活用させていただきながらも大体4倍から5倍ぐらいの倍率であのそういった起業家の卵を集めてですね先ほど申し上げたように60% 60%後半台で、あのー、初めはまあ関係人口みたいなものなんですけど、実際に定着をして、えー、事業を作っていくっていうような人たちを生み出しています。えー、こういったところをちょっとご紹介させていただきました。えー、そしてですね、あのー、すみませんあの、ステイホームらしく、うちの犬が吠えてますが、えー、っと続きまして、あのー 個人だけではなくてですねあの企業との関わり方について少しお話をしていきたいなというふうに思っています。えー ここまではですね、その関係人口を作るためには、コーディネーターが絶対必要だっていう話をしました。コーディネーター的人なのか、コーディネーター的組織が必要だということをお話をさせていただきました。そして、関係人口を作るためには、その地域にある可能性であったりとかチャンス、関わりしろを何かしらの形でビジュアライズしない限り、人はそもそも来ないよっていうお話をさせていただきました。ここからはですね、関係人口を、まあじゃあ集めなきゃいけないよねとか、関係人口を増やす でやっていくべきことだよねっていうことはなんとなくまあ全体の共通認識にはなっているんですけども、そもそも関係人口を集めた後どうするのっていう議論はあまりされていないような気がします。ここの部分をですね、あの議論していくために、まあ、NCL が今やってることをご紹介させていただきながらですね、あの皆さんとこう、えー、議論を深めていきたいなというふうに思っています。 はいえー、数年間、先ほど申し上げたようにローカルベンチャー事業というものを通じて個人の力を信じてですね、えー、特に都市部の人材を地域に関わっていただくことによって関係人口を生み出しそこから定住人口であったりとか起業家人材の排出というところまでに展開をしてきたわけなんですけども、えー、次はですねそれ個人だけじゃないと思うんです。 関係人口って言ったときにもちろん一人一人の個人にアプローチするっていうことも重要なんですが例えば企業とかスタートアップ、えー、こういった組織そのものに関係性を持ってもらうっていうことがまあ一つのパイがでかいですので、えー、すごく重要な指標になってくるんじゃないかなというふうに思っていますであのー、私自身はその例えばローカルに関わって約10年ほどお仕事をさせていただいてるんですけどもかなり潮目が変わったなっていう印象がこの 特に1年半から2年ぐらいの間ですね、あの潮目がかなり変わったなっていうふうに思うことがあります。一つはですね、大企業の関わり方が随分変わってきました。10年前であれば、 あの大企業っていうのは、例えばそのローカルに関わるってなったときに、まあ、CSR とか社会貢献っていう文脈が圧倒的に多かったわけなんですけども、もはやそういう文脈はもうないわけですね。皆無なわけですね。今、いろんな地域や NCL を介してご相談が来る大企業さんのニーズっていうのは、完全に自分たちの組織そのものが大転換しないと、まあ、やばいよねという企業さん。ビジネスモデルを大転換しないと、10年後生き残れない。 もしくは CSV とか新規事業開発という文脈でローカルに関わりたいんだと。そういった企業さんがとても増えています。要はですね、出島を作りたいという話なんです。 大企業が変わろうとしても大企業という既存のフレームワークであったりとか東京や大阪に本社があってそこの会社の中ではなかなか変わろうと思ってもそういう意思があっても変われないっていうジレンマに陥ってるわけですよね彼らとしてじゃあローカルがどういうふうに目がうどういうふうに見えてるかっていうとそこに出島を作ることによって大企業のフレームワークから外れて何か新しいことにチャレンジできるんじゃないかそしてその社会課題であったりとか地域課題っていうところに直結したところで自分たちの新しい事業を モデルを作れるんじゃないかという可能性を感じ始めている企業さんが増えています震災以降あの3.11以降ですね一部の企業はあの震災復興という名のもとにそういう動きをしていったんですけども約10年ぐらいビハインドして日本全体のき、日本全体的にそういうふうに企業が動き始めてるなっていう印象を持っています もう一点ですねあの、今日聞いてくださっている方には、自治体の方もいらっしゃると思うので、まあ、非常に言いにくいことでもあるのかもしれませんが、えーと、自治体様、自治体の担当者であったりとか、自治体の首長とお話をしていると、ですねこの1、2年で出てくるご相談の内容のタイプが変わってきました。まあ、変わってきたというか、新しいタイプの相談が出てきました。 例えばその人口を増やしたい、えー、っと、企業を誘致したい、えー、移住者を増やしたいみたいなご相談っていうのは、まあ、10年前ももちろんありましたし、これは現在進行形で今もあります。ただ、えー、この1年半ぐらいで、日本全国、こう、本当にタイミングを合わせたかのように、ぽつりぽつりと出てきている新しいタイプのご相談があります。それは何かというと、自治体の機能を縮小したいっていう相談なんですね。 小さくしたいっていう相談なんですでこれはあの端的に言うとまあ要は限界だっていうことだと僕は思ってるんです。人口は定住人口が減っていって税収が減っていってそして少子高齢化がさらに進んで社会保障費が年々上がっていくっていう中で。 ある種公共サービスっていう不思議な言葉があるわけなんですけども、公共サービスという名のもとで、いろんなその地域の自治に必要なサービス、インフラっていうのを自治体というものが担ってきた時代が今終わろうとしているということです。これはあの悲観的に捉えることもできると思いますし、逆にですね、例えばコーディネーターであったりとか地域のプレイヤーの皆さんからしてみると、これ 大きなあの変革のタイミングなんですね、チャンスだと僕は思ってるんです。えー、そういったこう大企業の動きとその自治体側のニーズの変化、えー、状況がこう変わってきた中でですねいろんなものがこうクロスしていって新しい時代を作っていける、ま,あ、まさにそれの,あのベースになるものが関係人口の創出、そこから何を作っていくかっていう議論の土台になるように私としては感じています。はい で、あのいくつか事例をご紹介しますけども NCAL が例えば今 JR 東日本スタートアップ様と一緒にやっているのはどんどん増えていく無人駅を使ってですね、あのそこの駅を駅として使うのではなくてコミュニティスペースとして転換してそこにコーディネーターを配置をして単純に観光客を呼び寄せるのではなくてですね、関係人口をベースにした 観光案内所ではなくて、駅を関係人口案内所にしていくっていうような取り組みを今実験的にさせていただいてます。そして関係人口をどういうふうに可視化をするかっていう議論としてですね、こういったツールも今3月にリリースする予定ですけども、えー、作っています。ソーシャルエナジーという取り組みをですね、3月の頭にリリースしますが、これは何かというと、電力小売りのプラットフォームなんですね。であの まあ、例えば先ほど事例紹介の中で牧、えー、組さんのお話がありました。例えば牧組さんであれば石巻を拠点にされていると。で、例えばですね、牧組さんがこのソーシャルエナジーのプラットフォーム上で、 簡単にですね、石巻電力みたいなものを作ってしまえるわけですね。まあ、巻組電力でもいいわけなんですけども。そして普段からその、えー、巻組さんの活動であったりとか、石巻での街づくりに共感をしてくださってる方ってたくさんいると思うんですよね。応援したいとか関わりたいっていう人いっぱいいる。で、それは地域の中にもいるし、地域の外にもいるわけですよね。そういった、あの、ま,あ、まさに関係人口とも言えるような人たちであったりとか、 大きな、例えば工場とか。 例えば、水産加工業者って相当な電力を消費してるわけですね。えー、工場であったりとか、ホテルをお持ちになっている中小企業の社長様であったりとか、まあもちろんその東京本社にあるような大企業でも構わないんですけども、いや、この巻組の応援、巻組の活動を応援したいよね。石巻の街づくりを応援したいよねっていう人たちは全部、石巻電力にまあ切り替えていただくわけですね。要は東北電力から石巻電力に切り替える、東京電力から石巻電力に切り替えるってことをやっていただくわけです。あ、ちょっと大手電力会社さんがいたらごめんなさい。えー、切り替えていただく ことによって何が起きるかっていうとまず実質 CO2 フリーに切り替えることができますそしてそこでどうしても基本的にはかかってしまう電力料金の一部数パーセントを巻組さんのまちづくりの原子として割り当てるっていうことができるようなスキームになっています、まあ、個人宅だとそんなに大きな額ではないんですけども例えば先ほど例として挙げた水産加工会社であったりとか大きなその箱を使っているような企業様であれば年間数千万から億っていう単位で電気代を使っているわけですねで いろんなその地域に関しても、自治体とか地域という単位に関しても、数十億という単位でエネルギーをまあ外から買っているわけなんですけども、少なくともそれをちゃんと地域に還元していこうっていう考えに基づくのであれば、その数千万とか億かかっている、数パーセントがそういう地域の活動に加わっていくことによって、かなり大きなあの財源になっていくわけですね。要は関係人口を増やしていくっていうのはまあ重要なんだけども、その関係人口をどうマネタイズするかっていう議論もとても重要だなというふうに思っております。 まあここのまあ一つの手法としてソーシャルエナジーというプラットフォームを今 NCL としてはあの今準備をして3月にスタートする予定でございます。はい、そしてコーディネーターですねあのこれはあの全く会があるわけではないんですけども このコーディネーター人材を今後さらにどんどん増やしていかなきゃいけない。まあ、日本中いろんなところでコーディネーターが必要とされているわけですね。今ここ事例で集まっている人たちっていうのは本当に素晴らしいコーディネーターの方々だと思うんですけどもそういう人たちって日本全国でどれぐらいいるのっていうふうに考えたときに感覚値なんですけど、まあ、せいぜい100ぐらいしか100組ぐらいしかいないんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。本当ににこのコーーーディネーターといいう人材を、えー、社会において必要なな、まあ、プロフェッショナル,なスキルを 持った人た人ちとして社会が認知をしてその人たちを育てていきその人たちが飯を食っていけるっていう社会を作っていかない限り、えー、まあ関係人口をベースにした新しい地域社会づくりっていうのはなかなかその先が見えてこないんじゃないかなという危機感を持っておりましてこういったコーディネーター人材を育成するための学校をスタートをします。 はいで、NCL のネットワークはですね、今全国ローカルベンチャーの事業がこういった黄色の拠点で始まり、青色のこの丸の部分がですね、パートナー拠点という風になっているところです。各地のまさにそのコーディネーターであったりとか、地域のプレイヤーの皆さんにですね、NCL のネットワークに参画をしていただくということをやってます。これなんでかというと、 やっぱり今日こういうふうにカンファレンスがあるといいですね、各地域のそのいろんなノウハウであったりとかケーススタディっていうのはなかなか可視化されていないわけですね。で、それがこう横つながりになってない。なぜかというと、 そんなにリソースがあるわけではないので各地域それぞれのことをやることで精一杯な状況でもあるんですこういったこうノウハウであったりとかネットワークっていうのをちゃんとつなげていくような、まあ、受け皿が必要だろうということで、まあ、NCL としてもえ今ですねあの1枚目のページで <laughs> 一般社団法人と組合型株式会社っていうことで2社を作ってるんですけども実はこの2つ目の株式会社っていうのがあのポイントでしてこの青色の拠点の各地域のパートナーさんであったりとか 個人とか法人の方に株式会社ネクストコモンズラボの全員株主になっていただいてますノートでですねこういった組合型株式会社を設立しましたっていうのを昨年発表させていただいたんですけども 株式会社というスキームを使いながら、本当に組合的にどうやったら運用できるかと。えつまり、ネクストコも、僕は一応、ファウンダーで代表であるんですけど、僕が例えば全権限を持ってたりとかですね、僕が例えば株式をあのかなりたくさん保有してるから、何でも最終的には僕が決めてしまうということだと、結局、その横つながりの有機的なネットワークってできないわけですよね。なので、株式会社の,あの資金調達という、えー、観点も、えー、残しながら、組合的に運用 をするっていうことでですねまあ、いろんな方にいろんな額で <laughs> ご出資いただいてるんですけども、どんだけ出資をしようが議決権がある株は1票しか持てないというスキームになっています。私自身も1票しか持ってないんですね。あと、余分に出資してくれた分っていうのは全部、種類株で発行するっていうようなスキームを作っています。こういったまあコーポレーティブなプラットフォームが、今後、地域の関係人口を作っていく上でも、非常に重要なツールであったりとか、あのスキームになっていくだろうなというふうに考えていまして、ちょっと事例としてこうお話をさせていただきました。 はいまあ、そういった形で、あのー関,係ののえー、関係人口をどう可視化をし関係人口をどう落とし込んでいくかという議論をさらに進めていきたいわけなんですけども、えー、やっぱりです、ね、関係人口というものを不特定多数の個人だけにとどめる必要性がないというふうに思っています。 もっと戦略的に人例えば人っていうのももちろん例えば不特定多数の応援してくださる人も関係人口だしある地域の例えばある戦略に基づいてこういう専門家が必要だよねとかこういうプレイヤーが必要だよねっていうそういうふうに あのある程度ターゲットを決めて人を巻き込んでいくっていうのも関係人口の喪失だと思いますそして自治体がどん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 シュリンクしていかざる得ない状況の中でですねやっぱり第2の自治体のようなものをもしかしたら作っていかなければいけないんじゃないかそういうタイミングに来てると思うんですねそうなった時に個人の力ではどうにもならないタイミングも来ますそうなった時にスタートアップが持っている技術であったりとか大企業が持っている資本この いわゆる組織やチームをですね関係人口としてどう捉えて巻き込んでいけるかっていう議論が、この1、2年、まあ、2025年までにはかなり加速化して、そこの議論と実装をしていかなければいけないというふうに感じておりまして、今、このサステイナブルイノベーションラボというものを準備をさせていただいてます。春に今、発表させていただく予定なんですけども。もう もうそうですねもう個人、いわゆる地域の内外の人々でそこに住む人々であったりとかそして外から関わる人そして行政、企業、起業家いろんな専門家この人たちがもう全くその垣根を越えて やっぱりあの自分たちの持っているものをこう持,ち寄った持ち寄ってですね新しい社会を作っていかないともうまずいよねというふうに僕は感じています。でよく経済人の方はこうイノベーションを起こさなきゃいけない、まあ、日本がこ,うこれから世界で勝っていくためにはさらなるイノベーションが必要だみたいな議論があるんですけどもイノベーションがどこに向かっていくかということが重要だと思ってるんですねで無限成長のためのイノベーションっていうのはあのないと思うんです。 あと人口,全人口全体が減っていくのに人口を取り合っていくっていう、まあ、変な話もないと思ってるんですね。要は 小さくなっていっても例えば経済が横ばいだとしても私たち個人一人一人であったりとかそして関わる例えば自治体とか企業そのものが形を変えながらもサステイナブルになっていくためのイノベーションを、まあ、作っていかなきゃいけないだろうそれは真剣に考えて実験して実装していかなきゃいけないだろうということでこうい回このサステイナブルイノベーション SIL というものを今立ち上げさせていただいて2025年のですね大阪万博に向けて、まあ、実際5年間かけて各地で 実証実験を行っていこうということを今構想しています。 はい、でステークホルダーはですね、あのー、自治体、えー、そして、えー、企業、えー、そして個人ですね、まあ、これは地域に住む方もいらっしゃいますし、地域外の方々もいると思います。でこの真ん中に NCL というふうに置かせていただいてますけど、これは NCL に限らず、いろんな地域の例えばコーディネーターの方であったりとか、まあ、自治体職員の方がこういった役割を担う、コーディネーションをするという意味では、えー、そういった方たちが、えー、とても重要な。あのー ステークホルダーになっていくんじゃないかなとでそしてわかりやすいゴールとして まあ大阪万博協会と包括提携を結んでますけども、えー、5年後にえ世界に向けてその日本らしいえ地域発のサステナビリティというのをまあシェアしていこうじゃないかということでやっていきたいんですね。で、自治体側というか地域側のには、これ今手を挙げ始めていただいてます。まさにこういった取り組みに共感をしてくださる自治体の方々にですね、手を挙げていただいて、要はうちは実証実験のフィールドとしてぜひやりたいですよと。 これ地域っていうのは自治体っていうのはおそらく箱でしかないわけですね。これも関係人口というものを捉えていく上で自治体という枠組みにそもそもとらわれすぎるのも良くないなというふうに思っています。まあ、たかだかその地方自治体法が出てできて100年も満たない 地方自治体的なものができても百数十年の単位でしかないわけですね。かつては、そこに住む人たちが当たり前のように自治をしていて、自治体に自治をアウトソースするようなことっていうのはありえなかったわけなんですけども、この高度経済成長であったり、工業化社会の中で僕たちっていうのは、自治体に自治をアウトソースするっていうことが当たり前になっていってしまったわけですよね。ただ、それが自治体がどん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 シュリンクしていかざるを得ない、もしくは自治体の形、役割が変わっていかなきゃいけないという単位 タイミングで我々自身が本当に豊かに生きていくための地方自治。自分たちが住んで住んでいる。街のサスティアビリティっていうのを真剣に考えなきゃいけない。タイミングに来ていると。 でそれをですね今そこに物理的に住んでいる人たちだけで考えリソースを集め何かを作っていくっていうのは非常に難しいわけですねそこに関係人口っていうのは絶対重要になってくる関係人口の落としどころって何なのかっていうと僕はおそらく一番大きいポイントは地方自治の問題だと思います。本当に10年後も20年後も50年年年後後後もももこの地域で今と同じような生活水準、えー、そして 豊かかさをキープできますかと自分の孫がこの地域に住み続けることができますかということを真剣に考えなければいけないとそれを関係人口という力を使ってデザインしていくんだということが求められてくるかなと思っています。 そして左にある企業であったりとか企業家、研究者のような、えー、特定のその例えばパワーであったりとか専門性を持った人たちっていうのを積極的に巻き込んでいく必要があるだろうというふうに思っています。で、どんな企業が今ご相談に来ているかっていうのをちょっと名前を伏せるような形であのお見せをしていますけども、企業も必死なんですよね。えー、例えば、某石油会社さんなんかは、 ガソリンを売る時代ってもう終わっちゃうわけです。10年後には売り上げ半減するっていう時代の中で、彼らとしては自分たちのビジネスモデルを否定しなきゃいけないわけですよね。そうなった時に、えー、まあ一つの会として、完全にそのカーボンニュートラルな街づくりをゼロから作っていきたいと。そのファーストモデルをどこかの地域でやりたいっていうような、こういうタイプのご相談が来たりとかですね。 例えばあの、まあ、これは名前出ちゃいますけど郵便局さんなんかはどうやったらその郵便局というものを郵便事業だけをやっていくのではなくて本当に町の地域のトータルライフサポートを行っていけるような事業体に転換できるかっていう議論を。 させてていいただいてますつまり自分たちのそのまちづくりであったりとか自治体における自治というものを今自分たちの手持ちのリソースであったりとかそこにいる人たちだけで難しいねって言ってるのではなくてこういった企業の生き残りをかけたいろんな動きとかリソースをですねいかに戦略的に巻き込んでいき 関係人口であり関係企業をどう作っていくかっていうことがあの今後の議論の中では非常に重要になるというふうに考えています。NCL としてもですねこういった企業のリソースであったりとか企業が向かいたいべき方向性をうまく汲み取りながら。 本当にその各地域で必要な、例えば医療インフラ、交通インフラ、例えばエネルギーインフラであったりとか、社会制度設計なんかも、いろんな企業さんの切り口と一緒にですね開発をしていって、それをパッケージ化したものを各地域に導入していったりとか、オープンソースとしてシェアをしていくという取り組みも今やっているところです。はい。であの、ここが最後の議論のポイントになり、最後のページの議論になるんですけども、あの先ほど僕がいくつかの、あのこう、 キーワードとして第2の自治体であったりとか、えー、自分たちでその新しく自治をデザインしていかなきゃいけないっていうお話をしたんですけども。 おそらくその関係人口をどうマネタイズしていくか関係人口をどう落としどころを作っていくかっていうところの議論はあの多分いろんな選択肢がある中でまだまだ発展途上の領域かなっていうふうに思っています例えばこれはあの、まあ、当社の方で考えている、まあ、仮説というか構想ですけどもやっぱりその第二の自治体なるものを作っていかなきゃいけないと地域資源の活用地域雇用地域密着サービスっていうのを事業軸にしながら、まあ、ドイツで言われているようなスタートベークのようなものっていうのを作っって いいいかななきゃいけないわけわですねこれは自治体を否定するのではなくて自治体も含めてこういった自治機能を 地域に住む方々とそこに関係する人たちと一緒にどう作っていけるかっていうことがまあ重要なポイントなわけです。でそこでですねあの例えばその外部から関わってくれる、まあ、その地域に関係性を持った人ですよねそれは消費行動ではなくて観光客ではなくてそこに何かしら例えばお金を出資したりとかそこに何か貢献をしたりするっていう生産的な人口なわけなんですけどもその人たちが本当に出資参画をしてまちづくりをしていくっていうような受け皿を作ってあげる人 必要があるそして例えばさっき挙げたような大企業に関しても彼らとしては自分たちの生き残りをかけた事業開発という側面もあるわけなんですがでも我々例えば地域側からの視点からすると。 ああいうそういう大きなリソースを、現段階で大きなリソースを持っている企業をうまく関係性を持つ形で引っ張り込んでいって、例えばそこに出資をしていただいたりとか、例えばそこに技術提供をしていただくことによって、自分たちの,その街のサステナビリティであったりとか、自分たちの,その街の社会インフラの向上っていうところにつなげていけるんじゃないかなというふうに思います。ですので、企業から例えばそこに出資を受け止めるっていう、そういう受け皿も、受け皿自体も多分作っていく必要があるわけですねその時にですね。 あの企業の私物化にならない。 ととといいうことがとても重要だと思います原理原則としてその地域に住む人であったりとかその次世代が生きていくための、えー、ハブを作っていく、えー、インフラを作っていくっていう話なのでこういった時ですね先ほど僕が事例としてご紹介した組合型の株式会社であったりとかワーカーズ・コープのようなスキームっていうのをうまく使っていくことによって多種多方面からお金そして人材そして技術いろんなリソースを集めつつそれをちゃんと 固定化し、それを町の未来のためにちゃんと循環させていくっていうスキームを今後、私たちは作っていかなければいけないんじゃないかなっていうふうに思っておりますので、今日はそこのですねあの議論をあのしっかり質疑応答も含めてさせていただければと思います。あのちょっとこう初めからここまででの議論で 繰り返しになりますけど、まず関係人口を作るにはコーディネーターが絶対に重要だと。これいないと、まあ、そもそも難しいというふうに思ってます。そしてこう関係人口を作るためには、いわゆるその定量化されていない、ググっても出てこないようなそのチャンスであったりとか、オジチュニティを可視化する、ビジュアライズする方法を各地域ごとで多分発明しなきゃいけない、もしくはお互い活用する、いい事例を活用するということが必要。そして関係人口を作った後の落としどころですね。まあ まず目先はもちろんマネタイズという観点もあると思いますけど、最終的には地域自治であったりとか、地域自体をどう10年、20年という単位で持続可能な形で開発していくかというところにつなげていくためのスキームの開発が今後はあの本当に議論が非常に重要だしいろんなところで実験をしていい事例を生み出していければなというふうに思っております。はい、一旦あのちょっと時間過ぎちゃいましたが、ここまで、えー、一方的にお話をさせていただきましたがあの、質問いただければと思います。ありがとうございました。 はい。林さん、ありがとうございました。あら、もう、もう早速、質問がえ、チャットが飛んでまいりましたが、あの、林様、このチャットの中をご覧になれますでしょうかはい。はい、見てます。はい。あ、もう早速ですね。自治体に関わるような組織、第二の自治体の出現は大変興味深く拝聴しました。地域がより独自の取り組みをするためには、ステップとして、地方文献や同州制の可能性もあるのではないと思っていますが、どのように思われますかというご質問が参りましたが、 あのまあ、地方文献とか同州制っていうのは非常にマクロな視点であの、まあ、議論されていくことだと思いますけどもあのそれ自体はあの一長一短な部分があると思うのでちょっと一個ずつはなかなかこう議論しきれないと思うんですけどもそういう流れをあの意識しながらも、えー、どうやったらそのボトムアップで自分たちの まあ自治をデザインしていくかっていうことの方が重要だなと思います。でちょっと語弊を恐れず言うのであれば国や自治体に頼らなくても生きていけるサバイブしていけるっていうことがよっぽど重要だと思います。まあ、今日 国が開催してるし、自治体の方々もいろいろかかってくださっていると思うんですけども、は国や自治体に翻弄されないというスタンスは、地域側には絶対重要だなというふうに思っているんですね。つまり、自治体という枠組みそのものも、柔軟に捉えて考えていく必要がある、そして反発するものではなくて、うまく連動していくもの,だろうものであるべきかなというふうに思っていますので、まあ、そういったこう自治の在り方というのを、関係人口というベースものをベースに発展させていくというスタンスが、私たちに今求められているだろうなというふうに感じています。はい <laughs> 次ですね、この2つ目の質問ですかね。はい、えー。自治体や中間支援団体による地域側のコーディネーターを育成していく際には、どのようなポイントがありますか。これ、多分ん、ケーススタディであで、いろんな実際にコーディネーターの方がいらっしゃるので、あの僕が言うまでもなくということだと思いますが、 うんとですね、まずコーディネーターに向いている人と向いていない人というのはそもそもいると思います。でじゃあどんな人が向いているかということについてお話をしたいなと思うんですけども、やっぱりちょっとそのメタ的にこう物事を見れる人じゃないと難しいと思っているんですね。つまり、関係人口を受け入れるための必要なしっというのがあると思っています。まあ、簡単に言えば 地元の商店街のおっちゃんとあのだらだらと酒を飲みながら世間話をしつつですね一方でマクロにその地域というものをどうデザインしていくかとか、えー、じゃあ東京の本社がある大企業は何を求めているかとかですね全然その,あの見ていくべきレイヤーっていうのはこうすごい多層的なわけですねそしてその人たちとそれぞれ違うチューニングでコミュニケーションを取っていかなきゃいけないっていうところがあるのでそういったことをやっぱり トレーニングしたりとか、そういう現場を詰めるようなことっていうのをやっていかなければいけないんじゃないかな。ただ、ただそれ一人でやるっていうのはなかなか難しいので、やっぱりチームっていうのは非常に重要だと思います。例えば、一つのエリアで、 そういうコーディネーター組織であったりとか中間支援団体を作っていくもしくは育てていくって考えたときに少なくとも3人とかのチームで例えば地域の,そのコミュニケーションが非常に上手な地元の方一方でもう一人は大企業とのパイプが非常に強くてまあそういったこうビジネスと地域のリソースっていうのをつなぎ合わせるのがうまい方みたいな感じでチーム戦でやっていく必要っていうのは非常に重要なんじゃないかなと思ってますし全国でそういったことをやってる人たち同士のノウハウの交換であったりとかネットワーキングっていうのも 面的にはとても重要になってくるかなと思っています。はい。えっ、ー、と、次の質問ですね。うですあえっ、ー、とですね、これはあの、 多分いろんなその取り組みがあると思いますので一概には言えないと思いますけども少なくとも NCL の事例でお話をしますとえまず自治体側からえ例えばあのローカルベンチャーという事業に関してはあの事業のえ委託を受けていますので 2G のビジネスとして成り立っています自治体からえまあ業務委託をしていただくというところが一つもう一つはですねあのさっきのような あのソーシャルエナジーであったりとかいろんなそのツールを開発をしていってですね、あの本当にボトムアップであの小さくても積み上がっていくようなあのビジネスを生み出していくっていうことは、うちの今十数箇所の拠点でも少しずつでありますが、いろんな形で実践させていただいてますので、まあ、それで出来上がったいい事例っていうのを他の地域に横展開していくようなことをやってます。そして 2B は結構多分大きいと思ってますね。今先ほど挙げたような企業様からの、例えば、えー、ある企業が自分たちのビジネスモデル大転換するために、出、え、島、ー、を作って実証実験やりたいんだと。 トヨタがあの静岡の工場跡地にウーブンシティ作るみたいなものの小さい版みたいなふうに捉えていただければいいですけども、要はノウハウがないわけですよね。で、彼らからしてみると、どの地域であればいいか、そして地域で自分たちの新規ビジネスを立ち上げていくためのコーディネーションなんかを求めていらっしゃるわけですよね。そういった企業に対するコンサルであったりとか、もしくはそういった企業の人材のコーディネーター、人材がコーディネーター的に動けるように、人材育成をしていくっていうようなことっていうのは、 かなりこれはあのビジネスとしては非常に分かりやすいし、まあ、比較的その大きな額売り上げを立てられるんじゃないかなっていうふうに思っています。もう一つ最後にちょっと仮説レベルであの今後模索できたらいいなと思ってるんですけどもやっぱこの SDGs の観点ですね、えー、特にそのカーボンニュートラル の話はあの、今後地域でいろんなことを授業やっていく上では非常に重要なポイントになるんじゃないかなと思っています。要は CO2 の固定であったりとか CO2 の削減ってどうやって手がけていくのっていう話なんですね。もちろん例えば電気自動車導入しましょうとか、バイオマス自分たちでその発電しましょうみたいな話、いわゆる技術サイドの話とかインフラサイドの話もあるわけなんですけど、関係人口自体は 実は関係人口を育んだりとか地域内の社会資本を育むことが CO2 の削減につながるっていうような流れって作れると僕は思ってるんですね。例えば、えー、と地域内の、えー、こう独居老人がなかなか例えば病院に行けない車運転できないといけないって言った時に タクシーを乗って運転すするよりかはですねあのそれは例えば地域内の社会資本であったりとか関係人口の中でじゃあおばあちゃんついでに乗せてってあげるよっていう風に車を相乗りするっていうことの方が CO2 を削減できたりするわけですよね。要はその関係人口の中でその地域内のリソースっていうのを循環させたりとか余ってるリソースを交換したりマッチングさせることによって CO2 の削減できるだと無,無駄なその,の CO2 を出しながら無駄な動きをするのではなくて 関係人口の中でその CO2 をできるだけ抑えた状態で活動するっていうことは多分あのできると思います。それを今のこの例えば CO2 の,あの排出を抑えていくためのいろんな多分 マクロな流れができてくると思うんですね。排出権取引の流れであったりとか、CO2、カーボンオフセットを手掛ける地域に対して企業がふるさと納税をするっていう動きも今出てきています。まあ、そういった流れと関係人口の創出、関係人口の創出から生まれる地域内循環を紐付けることによってマネタイズしていける可能性っていうのはかなりあるんじゃないかなと。これはまだ僕は仮説なので、これから実験していきたいなと思ってるんですけど、そういったことはやれるんじゃないかなと思っています。はい。 今のお話はいろんな家計人口間のお金の流れだったりそういったことに対するご質問のご返答でございました、えーとですね、もう残りわずかもう45分から次のセッションに入るんですけれども最後にすみません林さんあの大企業のお話が今日出ておりまして非常にあの自治体の方としては大企業に参加していただくと非常に歩スケールです、ね、インパクト大きいと思うんですが最近ここ数年、ね、大企業さんの子なんですかね 反応というのはかなり変わったというふうに肌感い,いらっしゃいますか、ああのございますでしょうかそうですねあの、かなり変わってると思いますね。これは、うん、いろんな観点でお話しできると思いますけども、あの大企業がやっぱりその、まあ、一つは SDGs。 であったりとか esg 投資という観点で自分たちの動くフィールドであったりとか、自分たちの事業。そのものをあのやっぱり直接地域課題とか社会課題に紐付けて動かなきゃいけないっていう流れが来ていると思うんですね。それとあとはそういった。まあ、時代背景もありつつまあ、自社としてそのビジネスモデル大転換しないとかなり厳しいっていう企業も増えてきてると思っていまして。 そのフィールドとして、えー、地域というものが、あのー、まあ、彼らとしては一つの、なんていうかな、新しいフィールドに見え始めてるっていうのは一つあります。で、あとは、えっと、さっきの自治体のシュリンクっていう話は、おそらく今後加速化していくと思うんですけども、あのー、それ自体が、あのー、今後どういうふうになっていくかっていうのは、あの、結構僕たちも本当に注視していかなきゃいけないし、 ある程度意図を持ってあの先導していかなきゃいけないなっていうふうにあの感じています。まあ日本の GDP が550兆あってですねでそこからあのガバメントのマーケットがまあ ざっくり、じゃあ30%だとして160兆ぐらいあったのが、今までっていうのはそういう自治体とか、そのガバメントの中だけでやってたことがですね、ある種こう今開き始めてるわけですね。そこのマーケットってやっぱり社会課題を直接的に解決するマーケットなので、その領域に対して企業であったりとかスタートアップっていうのは入っていけるチャンスがあるんだけども、なかなか入っていけないっていうのは現状なんですね。それは例えば地域とか自治体っていうやっぱ独特のその文化とか慣習の中で、通常のそのビジネスの まあなんていうかねそこをやっぱりコーディネーターのような人材がうまく入ってあげることによってちゃんと企業にとってもそして地域自治体にとってもウィンウィンの関係になれるようなあの取り組みであったりとかコラボレーションっていうのは生み出していけるし企業としてもそこに入っていっていい事例を作ることで1,700ある自治体に要は水平展開できるまあーマーケットチャンスみたいなものも まあ見出せるようなこう文脈がこうまあリアルになってきたというふうに思ってまして、そこの部分をやっぱりコーディネーター側がどれだけ意識して動けるかっていうことが今後、あ,あくまでも一つの,あのなんかやり方としてえなんか検討していただけると面白いんじゃないかなというふうには思っています。はい。まあ、ということで NEXT COMONS l 自体は あのそんなことをいろんなところで実験させていただいたりとか、いろんな企業様、自治体、そして地域のコーディネーターの方々と協業させていただきながらこう作っていく、まあ、こう本当にコーポレーティブなプラットフォームなんで、もしなかこう協業の可能性だったりとかご相談だったりとか、えー、まあ、お問い合わせなんかもあれば僕に直接メールしていただくかあのお問い合わせいただければと思います。今日はありがとうございました。はい。ありがとうございます。